久保さん、自分の人生は自分の政治を作るとかでいいんじゃないですか。まあ世の中のね、政治ルールっていうのはあるんだけども、でもね、世の中のルールとはちょっとまあ常識ですか、世の中の常識とは違う常識で久保さんも生きてると思いますし、僕も生きてると思うんですけど、なんか自分の常識ルールっていうのを作ってしまうと生きやすいんじゃないかなと思います。他人の作ったルール、他人が作ったレールを歩いてると、まあそれは自分が作ったわけじゃないですからしんどいですけども、まあもちろんね、自分で作るっていうのも大変なんですよ。01作るの大変なんだけども、作ってしまって思うことはこっちの生きやすいなってことですね。他人が作ったルールより自分が作ったルールで生きた方がめちゃくちゃ生きやすいってことですね。いってらっしゃい。